こちら X 募集のクソお題でございます、はい、開演中にですね X の公式アカウントの方でクソお題を募集しておりまして、その今出てきましたクソお題を、皆さんにここで答えていただきたいと。もうクソお題なので、はい、相当まあちょっと難しいかもしれませんが、はい、実際募集したお題こちらからです。はい、お風呂って気持ちいいね。お題提供ネゴさん、ありがとうございます。なにこれ、気持ちいいね。じゃあ、みんなすいません。お風呂って気持ちいいね。ほんまにね。そうやねんな、ラルシさん。お風呂って気持ちいいね。お風呂もそう言ってたよ。そうなの、いらしたんだよ、かわいそう、そういう。お風呂って気持ちいいね。使ってる時に言ってほしいね。お風呂って気持ちいいね。よう言うた、金出すわ、風呂を広めよう。十分広まってる。お風呂って気持ちいいね。シャワーもいいね。いいね、いいね。そっちと合わせていいね。いいね。ヒエロの意味もあるから。お風呂って気持ちいいね。どんどんどん、高橋、どんどんどん、もうお風呂いいでしょ、お願い、もう学校行って。気持ちいい、気持ちいいね。お風呂って気持ちいいね。入ったことあるか、裕福かよ。返し間違ってる。返し間違ってるよ。お風呂って気持ちいいね。でも気持ちいいからといってお風呂ではないから、必要十分条件ではない。これ絶対お風呂分かってない。お風呂って気持ちいいね。まあそうは言っても僕から言わせれば、気持ちいいの全部お風呂だよ。気持ち悪くない。気持ちいいの全部お風呂だよ。お風呂って気持ちいいね。突然の大やりマン、エッチはもっとよ。突然の大やりマン、すごい、びっくりした。突然の大やりマン来た。お、びっくりした。お風呂って気持ちいいね。お風呂って気持ちいいね。ガラ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 、マッサージもね。ガラガラガラ、ソファーもさ。え、ソファーそんな感じ。え、マッサージあのおばあちゃんやったのに。ソファーバリキザやん。お風呂って気持ちいいね。いいね、いいね、いいね。はい、じゃあ次のクソお題こちらです。